これなんですよ、アベックっていうメニュー。そばとうどんがタークなんだ。香川のうどんと不思議な田舎そば、いい感じに交わる。いい感じの味、無理味してる。うどんがそば、そばが、そばが。なんかどっか行ってきたんでしょう。香川。香川って四国、四国、まあ徳島と香川行ったんですけど、はい、あの香川うどん食いましたよ、すごい讃岐うどん、はいはい、うどん県でしょ、うどん県で、うん、俺今初めて香川って行ったんですけど、うん、桃鉄だとすげえ、桃鉄知識ね、はいはいはい、すごい、あの実はそこって主要な都市なんですけど、あ、まあまあ、うん、収益もよく、収益もよく、すごい、うどん屋買収とかするのね。いやまあでも桃鉄はそうだけど、普段買収してるのさ、桃鉄でうどん屋普段は普段はね、普段は買収して、うん、うどん屋を傘下に入れてるんですけど、まあ、うん、今回研修、あ、なるほど、研修の気持ちね、あ、研修の気持ちってから桃鉄じゃない、研修だから現実だからね、現実の桃鉄じゃないからね、うん、で、いろいろ行って、うん、で、そのアテンダー、アトンディしてくれた人も、うん、めちゃめちゃガシ、うん、そういうなんか接待とか、あ、そういうね、うどん、ただうどん、うどん接待、うどんに異常に詳しいっていう、あ、すごい面白い人と、うどん稼が、そう、何日も一緒にいたんですけど、うん、連れてもらって、でね、まあ本当いろいろ、本当いろんなとこ行ったの、ただ本当思い出に一番、めちゃくちゃあるのうどん屋じゃない、すっげえある、そこら中にあるってこと、そこら中にあるし、うまいともたくさんある、あ、安いんでしょ、値段250円とか、ね、もう。考えられない安さ、東南アジアの麺だもんね、その値段やっぱね、例えばね、うん、今だってそんな食えないところもいくらでもありますからね、うん、何食したんですか、全部で2泊3日で15食ぐらい全部やって、まあいろいろやったんですけど、うどんだけで、うん、うどんで半分ぐらい、うどんの半分ぐらい、うん、うどんそんな時期にいっぱい食うことないよね、ない、うん、そんな機会で、その中でね、もまあいろいろうまかったですよ、はいはい、全て最高だったけども、全て最高だったけど、特に俺やっぱアッパーなものが好きだから、うん、味が濃いもの、はいはいはい、そこで行ったのが池内っていうラーメン屋ラーメン屋ラーメン屋じゃない、うどん、うどん屋ラーメンの音すぎるだろうどんの話するって最初に言ってこれ見てください、これまず ここなんですよ、はいはい、ここなんだけど、うん、ここ入り口じゃないですか、一見、はい、ここから入ると怒られるらしいです、え、どういうこと、ここにあるの隠し入り口みたいになってる、そう、裏にここの、はあ、怒られるんですね、怒られる、うんうんうん、で、これなんですよアベックっていうメニュー、あ、これ写真送ってくれましたよね、はい、これそばとうどんが、うん、タークなんだ、これね、縦にこう見ると重なってる、重なってるの、そばとうどん、え、うどんオンそば、うどんオンそば、そばオンうどんか、あ、そうか、うどん、うどんそば、うどんそばか、あ、なるほど、うん、で、そこでなんかね、ぶっかけのタレ、はい、つゆ以上、うん、醤油味わみたいな濃さ、濃い特殊だよ、はい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 、それ用の、はいはいはい、アベック用のタレがあるの、アベック用のタレがあるの、はい、あ、分かんない、アベックか分かんないけど、まあ、そういうタレがあるんですよ、ダーッかけて、うん、でほぼアベック頼んですよ、みんな、あ、そうなんだ、その名物なんだね、名物、うん、はいはい、でそこに、まあ、食べるじゃないですか、途中、うん、あの鷹の爪があるんですよ、それがすっごい辛いの、ああ、いいですね、でその濃いやつにもう辛くて、うん、異常にアッパーで、あ、そうなんだ、で俺そこも4杯目だったから、うん、あの4杯目、ああ、4軒目だったから他の店とか行ったら、けど、うん、別に腹なんか減ってないですよ、もう、もうそういうね、正直ね、でもめちゃめちゃうまかった、もう、食えちゃった、食えた、全然、で他のお客さんとかは、うん、なんかねバイカーの人も来てて、うんうん、そのアベックを何回もお借りするの、もうおかわり、おかわり、あ、そうなんだ、3回ワンコそばのような状態、ワンコアベックしてくる、トッピング系はないんですか、そういう生卵だけありました、あ、なんか揚げ物的なのはない、うん、そこはでもさ、その前提としてはうどんとそばを同時に食うってどういうことなの、そのどういう味なのっていうか、それがね、そのそばといっても、うん、なんていうの、まあ俺たちが知ってる日本そばというよりは、はい、多分ね、なんかうどんみたいな、初めて食うそば、太いやつですよね、太いやつ、はいはい、黒いそばだよね、黒い、今田舎そばって言ったら、うん、田舎そばですよ、ね、だけもうでも食ったことないよね、田舎そばで、うん、もうとにかく変な、変なんですよ、変な、ね、なんか食ったことない新しい味が、新しい、もう新しくて感動しちゃった、うんうん、で、ない、そのうどんは、まあ、いわゆるその香川のうどんとその不思議な田舎そばが、うん、いい感じに交わる、いい感じのにゃマリアージュしてる、マリアージュしてる、あ、そうなんだ、いや、本当に食ってもらいたい、なんだ、そのチャーハンと白飯一緒に食いますみたいな思考ってなかなかないじゃん、チャーハンとジャンバレー一緒に食いますみたいな話、あ、そうか、そうか、そうですね、チャーハンとジャンバレー一緒に、二
食いないもんね、食わないもんね。食わない。そばとうどん、そばとうどん、どんな気持ちで思いついてどうなったっていうのが全然なんか不思議、考えたこともなかったじゃないですか、そんなこと。ない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 。どっちかしか茹でないしね、茹でる時もね、普通はね、どっちも頼むことないですからね。2つ食えばいいんだっていうのは結構、はいはいはい、びっくりしたんですよね。でも確かに、でも蕎麦屋とうどん屋兼ねてる店っていっぱいあるじゃん。どれ、でも一緒に出さない、でも一緒に出さない、どっちかしか頼まない、あの店しか、日本広しといえどもそこしかないんじゃないか、びっくりしてるのって。いや、でもなんかさ、うどんと蕎麦とかあるじゃん、ちょっと相盛りになってるみたいな。あ、分けてるやつね、混ざってる、ね、のっけたりとかはないよね。でもね、結構四国にはそれ系がうどんとラーメンとか、製麺所系がやってるから、うん、あ、そういうことが起こり得るんだ。るんだ、麺に対するこだわりがちょっと違う、解像度が高いよね。解像度高い、考える発想がもう普通、麺に、そうだよ、普通の人に麺に思い入れがないとうどんとそば一緒に食うって思わないからね。うわ、結構それはうどんとそばってやっぱそばそば粉じゃないですか。うん、ラーメンだとかなんかいろいろね、変わってきますよね。小麦粉、小麦粉、小麦粉、だから粉の種類から、うどんとか製法が違いますもんね。ですよね、そばですよ。だからそれは結構ね、感動したんですよ。食べてみたい。他にももうちょっとね、2日ぐらいかかる、ちゃんと話したら。ああ、そんな、それはいいや、まあ、最低6時間とかで最低。あ、本当いけるいける、すごい体験が生きたね。うん、まあ、とにかくね、最高だったんですよ。カカオいいな、面白かった、うん、あとラーメンとかも食べましょう。それはちょっと、はいはい、うん、気持ちいい。とにかく最高でした。とにかく最高でした、うん、まあ、香川 の研修、僕ちょっと簡単、その簡単ではございますが、成長おめでとうございます。知れました、また知れた世界をね。いや、また行きましょうよ。行きたいね、3月、うん、船で、飛行機で、船で、飛行機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 だって。すいません、チャンネル登録、チャンネル登録ちょっとよろしくお願いします。いいねもお願いします。飛行機だよな。